数一三角グラフは、正三角形の各辺をグラフ化する3項目とし、それらの項目の比率を、正三角形内部の点から各辺への推線の長さで表現したグラフである。このグラフは、正三角形内部の任意の点から各辺への推線の和が一定値になることを利用しており、この一定値が3項目の比率の和である100%に相当する。 随時の赤丸をデータとする。各項目 X,Y,Z に対応する比率をデータから各項目への推線を X,Y,Z とした場合、X,Y,Z はどのようなデータであっても一定値である。なお、正三角形の拡張点をグラフ化する3項目とする方法もある。その場合、拡張点は当該項目100%、 頂点と向かい合った辺は、当該項目0%にそれぞれ相当する。図に図2の、角、赤丸、A、B、C をデータとする。データ A は、項目 Y が100%で他は0%である、ことがわかる。データ B は、項目 Y が0%で一番比率が小さく、次に、項目 X の比率が小さく、項目 Z の比率が一番大きいことがわかる。 データ C は比率に小さいものから順に項目 Z、Y、X となっていることがわかる。三角グラフは3つの構成要素を持つデータのそれぞれの比率を表すのに用いられる。例えば、第1次産業、第2次産業、第3次産業の就業者割合などが挙げられる。金銀銅三元合金の色相図。金銀。 銅のそれぞれの割合による色相を示す。ありがとうございます。